グランシップトレインフェスタ2016の大ホール海の様子2016年5月撮影グランシップトレインフェスタはグランシップで開催される鉄道模型愛好団体と鉄道会社による鉄道模型文化の普及認知度向上等を目的としたイベントである公益財団法人静岡県文化財団及び静岡県の主催静岡法クラブの共催として 毎年5月の静岡ホビーショーと同時期に開催される。入場料は無料で、この種の一般公開されるイベントとしては他に類を見ないほど規模が大きく、入場者の顔ぶれも愛好家が集う、他のイベントとは違い家族連れ等が多いという特徴がある。展示はグランシップほぼ全体を活用して行われ、屋内展示場では主に東海地方や 首都圏などからの愛好家団体が大規模なレイアウトを展示している。出展団体によっては来場者も鉄道模型の運転できるように配慮されている。屋外では西側の広場を活用してライブスチームを扱う団体が実演しており、来場者が乗車でき人気があるためいつも長蛇の列ができている。個人、団体出展は展示、または実演のみで、 販売は行われていない。一部の業者や静岡県内の鉄道会社、駅弁販売業者などが PR や自社関連商品販売のために出展している。また、関連して鉄道写真の展示会や鉄道おもちゃの工作教室、近隣の静岡鉄道長沼工場の見学会などが行われる。2014年4月26.27日、 トレインフェスタ2014開催。この年は、グランシップの設備等改修工事のため、静岡ホビー賞と異なる時期に開催された。2016年5月14.15日、トレインフェスタ2016開催2017年5月21.22日、トレインフェスタ2017開催。この年は、初の試みとして、鉄道トークショーが開催。 また会場などのスケジュールの関係で、静岡ホビーショーと異なる時期に開催された、グランシップ、静岡県文化財団。ありがとうございます。